皆さん、こんにちは。佐野の前です。前回の動画で、皆さん、記事の作成ができたと思います。宿題はやってきましたか？できたと思います。ダッシュボードもある程度理解したかと思うんですけど、今回は実際、じゃあその記事をですね、作成した記事を、デザインのエディターの方に、配置して、まあ、プロパティを設定したりとか、レイアウト、まあ、デモサイトを元にもさしながらレイアウト作成をしていければなと思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、それでは前回皆さんに宿題を与えた、このなんかデモサイトのね、こちらですね、こちらの、記事を、CMS の記事を全部皆さん、日本語版ですね、を皆さん、まあ、模写というか、コピーしてくださいねっていう宿題を与えたと思います。で、これはまあ、私も、まあ、全部ではないんですけど、ちょっとイベントの方で、なんかまあ、テンプレの、問題かわからないんですけど、写真が表示できないのがいくつかあったんで、ちょっとまあ大丈夫そうな記事のみを写しちゃいました。なので、まあ、全部の記事をね、真面目に写してくださった方は全然それでも大丈夫です。で、これはまあ今は多分同じ状態になってるかなと思うんですけど、まあ、このタグの部分がもしかしたらカテゴリーになってタグ、今私の場合はタグにしちゃったんですけど、デモサイトの場合はこうカテゴリーになっているんですね。まあ、今はですね、あんまりカテゴリーと、まあ、タグに違いはないので、どちらでも大丈夫なんですけど、まあ、後々カテゴリーを使うメリットとしては、後々その小カテゴリー階層ができる、対応予定なので、まあ、その時に使っていただければなと思います。まあ、今回はあくまでも練習なので、タグのまま、実際、デフォルトで入ってる、プロパティのタグのままでやっていきたいなと思っています。で、まあ、こんな感じで、皆さん、同じようなダッシュボードになってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、例えばライターとか写真がないとか場合は、私も、実際ある人を、実際デフォルト入ってる人を選択されとかしたんで大丈夫です。あくまでも今回は練習なんで。で、じゃあ今回ですね、この記事を実際エディターデザイン上に、配置したいと思います。なんでこうデザイン編集に行って、まあ今実際何もしないときはこういう感じになってると思うんですけど、まあ理想のね、私たちがやろうとしてるのはこういうデザインなので、これを作っていきたいなと思います。で、まずヘタとかも作るのはもちろんなんですけど、ここの部分ですね、この部分の配置の仕方を説明したいと思います。まずここですね、まあ、よくあるやつよくあるやつこういうふうに配置したいと思うんで、今実際もう配置されてるんですよ、記事が。で、ここを今そうね、記事のプロパティになってて、記事が全て配置されてるんで、こっちの場合、3つ並んでますね。3つ横に並んでるので、その設定をしたいと思います。なので、今、この選択すると、ここがトップスタイルバーが 50% になってると思うんですけど、これを 33.3 とかにします。あれ。33.3。ですると、こういうふうに3つ並びました。で、ちょっとね、この親ボックスのサイズ、親ボックスを選択してしづらい場合は、エスケープボタンを押すと上の階層のボックスが選択されるのでおすすめです。横幅 100% で、もう一回エスケープも押したんですけど、押すと実際のこの生地の親ボックスの横幅が1340になっているのがわかるので、2回押して、押してね、2回押し、お、押しすぎた。で、1340で指定してあげます。これだけ見やすいかな。すると同じような感じになって、で、マージンが40、40、左右40、固定と上に50があるので
40固定にして上50、まあ本当にこの通りにやっていくって感じなんですけどで実際この記事もですね、記事内のパディングとかマージンもあるんですよ。パディングが20、20でマージンが下40なんで、これも真似しちゃいましょう。で、デフォルトの設定を消してですね。で、左右固定で20の下が40でしたね、40。こういうふうに模写しながら、ちょっと、やってきたかな。で、同じ設定ですね、今。こういうふうに設定が同じになっています。で、次に、まあ、これで本当に記事一覧、ここを押してもらうと、ポストの、が表示されていて、で、実際ここでどれぐらい表示するか、記事数とかも選択することができるんですね。こういうふうに減らしていくと、今記事が減っていくのが分かったと思うんですけど、例えば6個とかにして、で、もっと見るボタンを配置すると、こういうふうに、これをクリックすると、もっと記事がバーって出てくるんですね。ちょっとやってみますかね、これ。で、これもテキストとか編集できるので、もっと見るとかに。やることができますね。で、次にここの部分ですね。トップの部分。で、ここでですね、ついにトップ記事っていうプロパティが今設定されています。これどういうことかと言いますと、ここですね、コレクションにトップ記事があって、この記事が選択されています。まあ、この記事を、このトップの記事、これ追加しておけば更新されるんですけど、またピックアップサイトとか、なんかこのポストの記事以内で、ハイライトしたい記事をコレクションとして入れています。なので、これも私たちもやりたいと思うので、まあ、コレクションね、追加をします。で、トップ記事。で、モデルを選択。で、ポスト内の記事なので、ポストモデルを選択します。で、新規作成。押すとトップ記事っていう、コレクションが作成されて、この中に記事を追加していきます。で、今回このデザインシップの記事なので、これを選択して、コピーする。で、押しときます。で、これは実際デザイン編集の方に行ってもらって、実際どういうふうに記事をエディターに入れるかと言いますと、ここのアドパネル、左のアドパネルを開いてもらってですね、ここに一番左の、まあ、下から2番目に CMS があるんですけど、これを押して、こういうふうにいろんなドラッグアンドロップで押せるんですね。で、コレクション、先ほど作ったコレクションがそのままここに反映されてるんですね。で、これを本当に簡単にドラッグアンドロップして、ポンって置くだけです。ドヤ顔しちゃった。置くだけです。で、まあ、ここの部分いらないんで消しちゃいますね。で、置いて、で、ここの横幅をちょっと真似しちゃいましょう。デザインセンスないんで、真似しちゃいましょう。まあ、1300と、まあ、40、40のマージンかけてますね。で、これも一緒にして。と、全面固定の40をかけています。で、これでできて、縦幅はどうなんだろう、縦幅は大きなんで、そのまま大丈夫そうですね。で、こういうふうに入れられました。もう要素は全部入れられました。で、あとはここの部分ですね。ここのテキストとか、ここのパディングですね。80、80って設定してるんで、ここもパディングを、まあ、あと細かくなってしまうんですけど、設定して、真似して、でマージンはいらない。Tips 動画でも出てると思うんですけど、テンプレの活用法というのがあって、そこでも紹介してるんですけど、こういうふうにマージンの書き方とかパディングの書き方はすごく勉強になります。で、フォントもね、じゃあちょっと変えましょう。フォントもタイプスケアの方に行って使用します。で、何だっけな。リングの B。英語の
ビってなっていて、これはこれも同じかな。これは L ですね。ライトの方なんで。で、この、これだ。なってます。で、フォントサイズも、こっちが17で、こっちが26。なんで、26がないんで入力するよ。26と、17。っていう感じですね。で、あとデザイン面のとこですね。こう中央揃いになってるので、これも中央揃いにして、ここの部分もこういうふうに変えていきます。で、ここで見て分かったと思うんですけど、ここの文字数、見ますかね、ここと違うのが分かりますか？で、これが、まあ、このちょっと行のね、あれも 1.4 同じようにしても、で、ここも設定できるんですね。で、どこでその設定できるかと言いますと、ボディのところを押してもらって、で、ここもう一回押してください。そうすると、文字列を短縮っていうのが出てくると思うので、これをどれぐらいにしてんだろう。これもサブタイトルにしてるんだ。で、今ボディにしちゃいましたけど、まあデフォルトだとボディが出てくるかもしれないですけど、サブタイトルも設定してるので、このサブタイトルに変えます。そうすると、先ほどのサブタイトル同じかなが出てきましたね。出てきました。で、ボックスの10マージンつけていて、まあね、ちょっと丸々、まあ、もし細かくしちゃうともう永遠に終わらなくなってしまうんであれなんですけど、で、ここでアバターと、あとこれ、あれですね、カテゴリー、まあタグ、私たちはタグなんですけど、タグ。が設定されています。ここも設定することが可能で、例えばこの中にテキストボックスを、あ、ちっちゃすぎて入れない入れたいなって思うんですけど、これをまあちょっとコピーペーストしちゃいましょう。名前の方をね。で、このスラッシュ入れてストーリー88でスラッシュを作りましょうかね。で、ここをね、タグにしちゃいます。で、そうするとストーリーが出てくるんで、で、一回テキストを入れたいので、ちょっと伸ばしてテキスト入れたい無理やり感ねテキストを入れてスラッシュちょっとつけます。で、フォントとかも一緒にしたいから、フラットの、あ、色はですね、色を一緒にしよう。こういう色を保存するときはプラスを押していただくとカラーパレットに色が保存されるんで便利ですよ。で、フォントサイズをちっちゃくして、いくらだっけ、あ、14、頑張れ14。ここも本当はこういうのはズームできるだけズームした方がすごいです。ちょっとパディングいらないんで消してますで、ここのスラスのところちょっとマージンが欲しいんで軽くマージンをかけちゃいます。こんな感じですかね。これで、あとはこれを必ずオートに、縦と横をオートにするのを忘れずにやっていただければ。で、このなんかこれとかいらないかな、うん、これいらないのでこれ消しちゃいます。で、これでできたんじゃないでしょうかできたんじゃないでしょうか。で、まるっきり一緒じゃないんですけど、まあこういう感じでやっていくって感じになりますね。で、今この横幅フレックス使ってますね。フレックス使ってみましょうか。この場をこう、あ、フレックスになってますね。大丈夫です。で、こうやって
ていくと、もうできてます。ここもトップ記事が、まあ、ここに表示されて、で次に、ここの部分ですね、ここのデザインも編集していきたいなと思うんですけど、実際記事を載せるとき、今デフォルトでまあ載っちゃったなんです実際記事を載せるとき、配信するときどこでやるかというと、今デフォルトで載っちゃってるんで皆さん分かんないかもしれないんですけど、まあ、さっきと同じとこですね、このトップ記事っていうのと同じような感じで、ここにポストっていうのがあのモデルが出てきます。でポストをもっとドラッグアンドロップしてポンって置くだけで配置されます。でこういうふうにカードスタイルというか、こう縦デザインに変更することもできて、まあ、あの前回のポートフォリオサイト作成しようって時にもこの作りがあったんですけど、こういうふうにまずこれを作っていって、もう今パーセントにしましょうかね、パーセントで 50% にして、でこれをジグザグにしていくと、まあ、あ33でしたね、33、こういうふうに縦にすることができて、これも結構自由自在に、これは必ずオートにしましょうねあのスタジオのいいところは1個編集すれば全部こういうふうに、あの1個だけ編集すれば全てが反映されるんで、今ちょっと分かりづらいからもう増やそうかな。でプロパティをここで変えることができるんですね。なんで、表示数、先ほど言った表示数を変えたりとかいうふうにできます。でここを、まあ、タグ別にしたいとか、ストーリーだけを表示させてくださいとか、そういうふうにここでプロパティを変更することができます。ウェブデザイン系の記事だけにしてくするとか、ニュースとかイベントとか、こういうふうにここで変更することができるんですね。でここの文字数ですね、先ほど出たボディの部分も選択してもらって、ここで、表示されたい文字数を変更することができます。100とか150とか好きなように変更することが可能です。でまあこういうふうに変えていったりとか、例えばここをね、なんだろう、更新日とかを追加したいとか今ないんですけど、それを更新日に変更したい場合というふうに、こういうふうに変更することができて、まあニュースとかねとか、そういうのに使うかもしれないですけど、で実際今時間まで入っちゃってるんですけど、それをもう一回ここ更新日のところをパパティの検索押してもらうとフォーマットを変えることができるんですね。なんでまあフォーマットを変えることができて、フォーマットでこうやってやると、年数と2020年との9月の28っていう時間だけを、もっとまだいろいろ追加することができます。ここで、表示の仕方を変えることができて、他の記事もそれが反映されます。でちょっと更新ね、同じ日にしちゃったので同じ 日になってるんですけど、こういうふうに変更することができちゃいますね。で今はちょっとこれ色々消しちゃいます。なんで、実際元に、まあ、戻りますとこの先ほども言ったように、ここの文字数をこれもサブタイトルにしてるのかな、サブタイトルにしてるので、これをサブタイトルに変更しちゃいます。で、ストーリー、これも同じような作り方を、こっちにも上と同じような作り方をしているので、コピーして持ってこれるかな。グループしてコピー、あ間違えた、このスラッシュをまず持ってきてですね、この中にペーストして、でもう一個これをコピーペーストして、
移動させましょう。横に来てくれ。で、このライターを、タグに変更します。そうすると他もこういうふうに変更が加わりました。なんかスペースがある気が、あ、そうですね。コピーしたんで、多分なんかパディングがついちゃうんですけど、これも削除してください。で、ここもあのデフォルトだと、こういうふうにタグのやつが出てくるんですけど、デザインが常に入ってくるんですけど、いらないので、消しちゃいます。ね、で、フォントサイズとかも合わせていきましょう。まあ、フォントとかね、L の15。15で、これは B の20の 1.3、1.3 の25の、これいいのかな？あ、20でしたね。20ですね。はい。で、こういうふうにデザインを修正していくって感じます。似たような感じになったかな。なった気がする。なりましたね。で、あとはですね、例えば追加の何か、まあ、ここにはないんですけど、何か追加したいっていう場合、ここにも、例えば更新日を追加したいっていう場合は、普通にテキストボックスをドラッグアンドドロップして持ってきて、ちょっとサイズをちょっと15とかにしておくんですけど、ここの部分ですね、一番左のこう線の部分を押してもらうと、ここで選択できるんです。なんで、更新日とかを入れてあげることもできます。いろいろ、普通にテキストボックスをドラッグアンドアップして持ってきて、要素を追加して、まあ、プロパティをここで設定して、選択して設定してあげればなって思います。はい、次にですね、このヘッダーの部分ですね。ヘッダー、これですね。ここを作っていきたいと思います。で、実際、テンプレの方では、この、まあ、シンボル化されていて、このニュースとかストーリーとかイベントとかは、カテゴリーの、動的の要素が入っているので、同じような作り方をしたいと思います。ちょっとね、一旦大きくして要素を入れたいので、で、どういうふうにやって作ってるかっていうと、こういうふうに先ほどの、アートパネルの CMS のところで、まあ、タグ、私たちの場合タグを見せたいので、これをドラッグアンドロップして持ってきちゃいます。で、まあ、並びとかをね、横にしたいんで、あとデザインとかちょっとね、あれでした。1個すればよかった。デザインを、まあ、透明して、パディングもいらないので、消して、マージンもいらない。とりあえず全部消しちゃいます。で、テキストサイズをどれくらいだろうか。14なんで、14にします。で、色をね、選んで、で、マージンも、15-15 で書けてる。で、テキストボックスじゃなくて、このボックスですね。ボックスの方にマージンを15って書けます。これで OK ですかね。いい感じになったので、これをこのままこの中に入れたいけど、上のマージンが邪魔してますね。で、この方もちょっと開けて。隣に入れます。入れました。で、これをこっちの見せ方にして、これも横幅オートにしちゃいましょう。で、こっちもオートにして、で、このヘッダー自体の大きさが、どれぐらいだろう。1200ピクセルと80とマーチンが44なんで、あとはここのヘッダーをシンボル化したいと思います。こういうふうにですね。で、シンボルっていうのは、まあ、
シンボル化はいつどういう時にするかというと、まあ、共通パーツとかですね、ページにのある、まあ、ヘッダーとかヘッフッダー共通パーツがある場合はシンボル化してもらって、それを配置してもらうと、もうあの、まあ、一箇所でその編集、シンボル内を編集するだけで全ページそれが反映されるので、とても便利です。でどうやってシンボル化をするかと言いますと、ここのまあ親ボックス、ヘッダーの親ボックスとかを押してもらって、コマンド J でもいいですし、あと右クリックで押すと、こういうふうに、まあ、グループボックス解除とか、ボックス解除じゃない、ボックス削除とかグループ化とかが出てくるんですけど、シンボル化を押します。で、ここでシンボルの名前を、設定してあげましょう。今回はヘッダーにしておきますね。ヘッダーでエンターを押してください。そうすると、ここの CMS の上にある部分、シンボルのところにこのヘッダーが追加されました。で、これで、まあ、ページはできたかな、トップページはできたかなって感じなんですけど、デモサイト確認してみましょう。やって、まあ、ここら辺の部分をちょっと飛ばして、あとフッダーを作ってますね。フッダーをじゃあ、せっかくなんで作りましょう。まあ、こんな感じで、まあ、丸々コピーではないんですけど、あのトップページができました。で、次ですね、この詳細ページ、このクリックしたらこの記事見るあのページを作成したいと思います。で実際今ページに、ね、デフォルトでも追加されるんですけど、ポストとか CMS、 ポストディテールとかポストバイタグ、これはポストの、記事のページですね。各記事がこういう風に表示されますよっていうページになります。でタグの場合はタグストーリーの場合はこういう風に今表示されるようになってます。でここで切り替えができるんですね。上の方でウェブデザインとかニュースとかこういう風に切り替えがすることができます。で、じゃあちょっとこれはですね、次の動画にでやろうかなっていう感じなんで、まあ、今回はですね、実際皆さんが作成した記事を、まあ、デザインエディターの方に移してトップページ、まあ、プロパティとかの変更だったりとかの仕方だったりとか、あとタグ CMS の記事をどうやってあの配置するかとか、そういうのを説明しました。あとまあレイアウトのカスタマイズの方法とかも解説しました。で、次回はですね、実際そのじゃあ、記事詳細ページとかタグ詳細ページを、デザインを、レイアウトを変更して、作成して、まあ、ウェブサイト、まあ、レスポンシーもちょっとやりつつ、ウェブサイトを完成させたいなと思っています。はい、それでは次の動画まで、またねー。